演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらの大盛り焼きそばを食べたいと思います。重い、ちょっとあまりに重すぎるのでちょっと下の方にしますね。多分ちょっとワイプで出しますので。こちらで見てください。重い、これちょっと持つだけは大変ですよ。で、今回なぜこれを作ったかと言いますとですね、ちょっと前になるんですけど、なんか日清焼きそばの UFO が猫宇宙人に乗っ取られたっていうような動画を出したんですよね。ですね、もうご存知でしょうか。まだの方はリンクから見てくださいね。で、その焼きそばなんですけど、実はあれ1個じゃなくて、こんな箱で送ってきていただいたので、それは嬉しいんですけど、ちょっとこれどうしようかなって思ってたんですよね。で、そう思ってた時にちょっとなんかこういうコメントをいただいて、これ見た時にそういえばちょっと他社にな商品になってしまうんですけど、ペヤングソース焼きそば、なんかものすごいモリモリみたいな焼きそば出してる人の何人かの人がやってたなっていうようなのを見てまして、UFO でこれ独自に作っちゃおうかなって思いましてやってます。まだあるんですよね。でこれが一つ当たりこれぐらいで、これぐらいの栄養素になってるんですね。で、確かペヤングソース焼きそば、これの3つ分ぐらいのやつになってるので、これ3つ分ここに入ってるわけです。だからもうなんかほぼないことでやったなって、なんか申し訳ないのに野菜とちょっと家にあったシューマイと入れてるっていう、もうほとんど麺ですよ。こんなの本当自分自身でもこの焼きそば見たことないです。食い切れるかこれ。まあとりあえず食べてみないと始まりませんね。それではちょっと野菜から申し訳ないのいただきます。作っておいてあれだけど、これは自分でも予想以上に来てる。ごちそうさまでした。やっぱり結構な量来たなーっていう感じですね。本当、ペヤングソース焼きそばに中撃が書いてある理由はよくわかりました。こういうのってあまりやるものではないですね。でもやりたくなっちゃった人間なのかもしれませんが、野菜とかの量がもうちょっと多かったら本当に食べきれなかったかもしれないです。でも、美味しかったですね。評価自体は、前の動画、以前先で連日したあの乗っ取られた動画でしていますので、そちらの方と同じと考えてください。商品が同じですからね。というわけで、こういうのって今までほとんどやったことないので、また機会があればやってみたいかなとも思います。ただこんだけも食べられるかどうかは疑問ですが、というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。